はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強のアクセサリーが完成しましたのでお見せします。これが多分ね、最強です。アクセルギア、オンラインでも、使ってましたよね。これじゃなくって、これの1個上になる、死神のピアスか、あれをつけてたんだけども、まあ、今回はアクセルギアまでしかありません。能力としては、たまに最高度、プラス 10.5% ですね。10回に1回は、最高度をするという素晴らしい能力ですね。オンラインはスキルターンを消費しないとか、なんかそういう感じだったよね。で、2つ装備してるけども、これが意味があるかどうかがちょっとわかりません。5回に1回再行動するかもちょっと、わからないところなんだよね。でも一応2つつけてます。まあ意味がないなら1つにするんですけども。で、一応主人公とアンルシアには、装備してます。完成しましたんでね。で、今、アクセルギアは入手してる途中です。入手できる場所はここ、迷宮ボスのキラーマジンガですね。こいつが結構強いんですよね。まあ、とりあえず一度戦っていきましょう。それでは行きます。本当にね、こいつはね、嫌なやつでね結構運が絡む感じなんだよね。ダストンのガラクタハンターがあれば、まあ戦いやすいところですね。あ、再行動しないか。ダストンもハンマー装備すれば、まあ再行動はするんだけども、3% ぐらいの確率だもんね。まあそれに比べるとアクセルギアはすごい確率で、やってくれるよね。どうするか、これでもう攻めに攻めよう。もう今回本当にね、アンルシアがほら来た。最高度、この必殺が打てる時の最高度がマジで最高なのよね。強さがね、異常すぎる。わお1回の行動で1万以上。うわー、これ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 、もうこの転ばせるやつがもう最高に嫌なんですよね。うわ、で痛恨め、うーわ、もう本当に嫌なやつ、本当に。じゃ、世界中の歯で蹴らせよう。んーで、世界中の雫も使いましょう。本当にね、運が絡んで倒せるかどうかが決まるやつなんで厳しいね。で、しかもこいつね、2体出てくるんですよ。2体。おーし、来たー最高度、最高だよ本当に。やっぱりこれ重複するかもしんないね。2つ装備して意味があるかもしれません。あ、2体目はダストンが転ばせることができるので大丈夫そうね。倒せ、ナイス。で、しかもこいつ生き返らせたりするんで、もうそれもまた最悪なんだよね仲間を生き返らせてくる。しかも HP6000 ちょっとぐらいで生き返らせるんだよね。マジで厄介な敵です。一番厄介かもしんないね。最高度頼む。おい来た3連続だよ。これは、2つ装備していいですね。間違いないよ。よし、 OK。 もう倒します。主人公の必勝天武でおしまいですね。いや、今回は楽だった。んで、アイテムがアクセルギアですね。はい、それでは戻ってきました。本当にね、アンルシアが覚醒したみたいに強くなるんだよ。いや、強すぎるんだよ。やっぱアクセルギアのこれ多分2つで意味がある。10% でしょ。で、さらにこれも入れてるんですよ。スキルパネルのアンルシアの左下のところにあるこれ、たまに最高度 21%、 ここに20を入れて上げてるんだよね。これでも多分相当意味がある。
合わせて 42% か 42% の確率で再行動を起こすので、そりゃ強いよ。なのでアンルシアにはぜひ二次パネルかをここに入れて、再行動を 21% まで上げてみてください。マジで強いです。二次パネルはどこだったっけ、メダル王のところか。あそこで交換できるようになりましたので、ここに入れてください。で絶対ね、このアクセルギア装備してください。マジで強いです。主人公はちょっとね、今の戦闘で2回行動はなかったんだけども、アンルシアはもう確実に強くなるので、もう覚醒しますので、これ絶対やってみてください。本当に強いです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。